が覚めたか。深夜の教授、今日もなく寝ていようと思っていたのだが、このような祭りごとの夜に赴く者たち、その腕など知れたものよ。強者もほどほどに集おうが、興味本位で集まるあまた弱者に埋もれすぎよ。権限の力、確かに面白いものだが、それを用いても取るに足らぬ弱者ばかり。いささか飽きが来たのも本音というもの。強き相手を探すため戦いで名を売る者ども、あむねえ、何と言ったか。それらに近づき協力したはいいが、さしたる相手にも出会えるもの。いっそ見切りをつけ、あの連中と拳を交えた方が楽しめそうではある。特にあの男、強欲と呼ばれる者は見どころがある。必ず我が手で葬りたい相手よ。女の方はパラーなんと言ったか。あれは残念だが、強大な権限に振り回されすぎだ。もっと修練がいい。もう少し様子を見るべきであろうがな。奴らとし合うのは最後の時よ。仕方あるまい。任されていた祭壇の警護もある。月夜の散歩に出かけよう。戦ごとの匂いよ。こうして目が覚めたのも何か呼ぶものがあるに違いない。我が腕を存分に震える強者いるといいのだがな。待ち焦がれたぞ、この時を。存分に味わう。ファーストクローズリバイド。滑る。チューチュー。うっ。スイヤスター。パスタ。レッツ。うん。無駄だ。チューチュー。無駄だ。ウィナー、電気道セカンドクロー、ディバイド。まだまだ未熟。狙うすぎる。ウィナー電気道パーフェクト。肉体は鍛えるほどに淀みなき器となる。そこを通る権限の力、それはわずかがあればよいのだ。さあ、試合を見せてあげましょう、年季の違いを。ファーストクローズリバイド。爪が爪がやりますね。ここから。まだまだ爪が甘い。ウィナー電気道さあセカンドクローズリバイド。まだまだ未熟。狙わせる。拳を交え理解したであろう。この体、権限の力は極小、その影響は動くわずか、いわば生身。
頂上の力を持ちながら持ち得る者に敗れた。ほう、気配を断ち待ち潜んでの先制攻撃、見事。この俺にここまで気づかせぬとは、それなりに腕は立つようだな。名乗る気はないか、小僧。アサシン、お前にならこれだけで十分だろう。野党の者、アサシンか。残念ながら俺が戦いを望むはヘカトン・ケイルのみ。お前では少々物足りぬ。あれか、あれは幾千もの修羅場をねじ伏せてきた言葉通りの怪物。俺のようなひな鳥とは比べるべくもない。まごうことなき強者、あれと戦うに足りるものかどうか、まずはこの俺が試してやろう。試合たくばこの僧人を砕いていくのだな。奇襲に失敗した以上は逃げ去るが上策。少しは見どころのある小僧だ。試されるのであれば仕方あるまい。貴様のムクロをヘカトン・ケイルへの土産としよう。己が武人の器、俺という存在を収め飲めるか否か、ここで測ってみるのだな。あいにく我が肉体にはそれほどに巨大な器は備わっておらん。こと権限と呼ばれる力の扱いでは比類なき最弱であろうよ。なんだと、肉体の鍛錬のみでこの夜の元を渡り歩いているか。面白い。面白かろう。俺もこの上なく面白い。貴様らのような強者が大勢現れ、それらと武を高める場に赴けることだな。ファーストクローズディバイド。これほどか。くだらん。皆さん行けよ。何ら師匠は。くだらん。くだらん。なんだそれ。本気を見せてみよう。クイナ、電気道、セカンドクローズ、ディバイド。かきまさい、けよ。スル、チュッチュッハッ。なかなかの腕だ。電気道。権限、まことに。よし、覚悟なさい。ファーストクローズディバイド。ジャガーも終わりだ。ひらり、それでもやっ、セカンドクローズディバイド。まだまだよ。何
電気道。力だけでも技だけでも道理とは砕けぬ。共に必要だ。片翼では止める。この私が見逃すとでも。ファーストクロー。リバイド。終わりだ。進め。セカンドクローズディバイド。しかないね。サイッチ大回想よっほっ。しかっかダンスレッツ。こんにちは。ダダッサイッチセンス。この式ダンス。まだまだ逃がさる。ダダッほっ。ダダッだけでも道理とは砕けぬ。共に必要だ。片翼では止める。姉さん、次の獲物が待ち構えているみたいだけれど。コマンド捨てる命。私にはどこに誰がいるのかさっぱりだけれど、あなたが気をつけなさい。略や。はいはい、それを捨てさせるだなんてとんでもないね。相変わらず面白いものどもだ。子供の姿が見えたのでな、黙って去ろうかと思ったものだが、この気配、いつぞやの晩期会に属していたもの。セフィー、なんと言ったか。あの時うがたれた器はもう平均なのかと聞くまでもない様子か。あら、大体正解。覚えていてくれて嬉しいわ。見かけによらず繊細なのね、縁起道。あなたほどのものがアムネジアに属していたというだけで驚いたものだけれど、あの夜は様々な事件が起きた。忘れるはずもない。何何、何か複雑な過去なのかな、姉さん。使う猿靴は。白夜、あなたは黙っていなさい。はーい、わかりましたよ。して、その器でこの夜へと再び参じた目的は何だ。倒された帰国の王、その復讐か。それだと最もらしいのだけれど、残念ね。単にここを訪れそうな人物を探しているだけだから、あなたたちの邪魔をする気はない。これで見逃していただけるかしら。そうも行くまい。行かないわよね。行かないね。面白そうな小娘。いや、面白いのは小僧の方か。手合わせにはただぬ実力と見ていたが、さして強くないであろう。その権限、極限まで研ぎ澄ましている様子。今宵いささか退屈であったのでな。
子供相手に大人げなかろうが少々遊んでいくといい。異論はあろうか。いいえ、全くない。この機会に社会勉強をさせてもらうわ。僕は反対なんだけどね。この人、権限の力が美味しくなさそうなんだもんな。あなたの感想は聞いてない。さっさと終わらせてきなさい。はーい。出たよ、シスハラ。そこがいいんだけど。ね。ファーストクロス、ディバイド。ケオ！守れ！チャンス！やめ！やめ！チャンス！下がるこの辺に。ちょ！螺旋！取れないね。そいつはどうかな？守れ！いい気にしてこの流れ。あらよ、やだよ、寝てよ、守れ。みんな、電気道セカンドフロム、ディバイド。いつまで足りない、危ない、チャン取りない、仕方ない。あらよ、やめやめ、まだまだ未熟。ルナ、電気道。肉体は鍛えるほどに淀みなき器となる。願わくば我に至難八苦を与えたまえ。ファーストクローズ、ディバイド。精神に当てる。終わりか、精神。やった。サンタ、やるな。まだまだ攻める。ノカノカノカ。そんなものか。簡単だ。そんなものか。やはりな。やるな。何の恥も終わりだ。そうせん。みんな、電気道。セカンドクロー、ディバイド。やるなぜ。けよ。まだまだ未熟。出直せよ。ルナ、電気道。肉体は鍛えるほどに淀みなき器となる。その力、試させてもらおう。ファーストフローズ、ディバイド。
その風貌、アムネシアの縁起道に違いありませんね。この夜の元を歩き何を企んでいる？答えなさい。答える理由がない。私はリヒトクライスのフィフスイグゼクターオリエ・バラーディア。あなたの企みがパラドクスに加担し深淵の力を狙うことであればこの場で倒さなければならない。リヒの何と言ったか。幼くも瞳に強き意志宿す娘よ。残念だ、貴様はまだ俺と語るに値せぬ。その目を摘み取るには惜しい。され去れと言われて逃げ帰ることができるはずもないでしょう。私が語るに値しないものであるかどうか試してみなさい。いや、改めて言おう。値せぬ。その強き意志、憎悪に満ちた目を見ればわかること。違うか？誰の血を、誰の首を、誰の生を奪うがために生きているのであろうな。白布に覆われたその濁った瞳の奥に何が潜んでいるのか見てみたいものだ。それには返す言葉もない。確かに私はそのように生きている。しかしそれでもここを引くわけにはいかない。今の私はリヒトクライスのもの。あなたたちの暴挙を止める義務が私にはある。すでに魂は悪鬼にそそのかされている様か。よかろう。散らすには惜しいもの。目覚めの一撃を見舞ってくれよ。命散らすか、曇り晴らすか、それはここまでの貴様の生き様が決めてくれるはずよ。ファーストフロア、ディバイド。滑る、うん、ダメだ。これほどか、出せる。滑る、うん、せん、うん、うん、せん、終わりだ。まだまだ進めなせんか。これのことゆっくらえ、限るぞ。開けろ。まるでセカンドフローズディバイド。やるな。なせん。そうだ、なせん。勝敗とは高みへと昇る過程が生み出す副産物。欲するは勝利も敗北も超えたところにある何か。まだ見えない未熟ゆえ。なんだこの狭い入り口は。ここが祭壇だというのか。貧相な作りよ。これでは誰も入れんぞ。まこと、この国の家屋事情の劣悪さは何百年経とうと改善されるな。少々驚いた。素晴らしき来客よ。
退屈な警護に苛立ちを感じていたものだが、時にはこのような戯れに興じてみるのも良いものだな。ほう、電気道か。お主ほどの男とこのような場所で出会うとはな。やはり武人同士の魂は工事の戦を求め惹かれ合うということよ。何よそれ。たく、暑苦しい者同士で何を話してるんだか。パラドクス、なぜお前が敵と共に行動している？いえね、雑魚の相手するのも飽きてきたし、そろそろ帰ろうかなって思ってたら、そこでこいつと偶然出会っちゃって、その場でやり合うのもなんだから祭壇で決着をって連れてきちゃった。宿の大刀、剛腕の巨人がいらしてくれるなんて、黙ってかしちゃ失礼ってものでしょ。この荘厳な場で私が直々に特別残忍にとどめを刺してあげる。パラドクスよ、おとなしくそこをどくのだ。強者との戦の優先権は譲る。俺が手を貸す際の名役であること忘れてはおるまい。その獲物渡すわけにはいかん。あら、これは手厳しい。先に見つけたの私よ。私ってば一応あなたのボスなんだから、その辺は一歩引いて立てなさいよ、なんて言いたいところだけど。分かってると思うけど、いい子で留守番してるあんたのために連れてきてあげたんだから、ヘマして負けて深淵を奪われるような真似しないでよ。貴様の愚かさに感謝しよう。は何やら小うるさい小芝居よ。話はついたか。噂に名高いアブネジアの獣よ。お主とはぜひともし合ってみたかったわ。今宵の最後、こうして拳を交える機会を得たこと、嬉しく思うぞ。同じ思いだ。邪魔者もいなくなった。思う存分にし合おうぞ。望むところ。我らの戦に言葉はいらぬ。我らの戦に時間はかからぬ。一瞬の拳の交わり、それが全てよ。ファーストクローズディバイド。スネカンタ、近づか、よけよ、やるではなく、近づけよ、かわしたか、マイコの式でなせる、かくの、そんな、なせる、何は、ウィナー、電気道、セカンドクローズ、ディバイド。バカだ、もっと邪魔せよ。やるな、終わりか。そこだ、そこだ、かんの、もりと、そこだ、なせん、味方を、もし、お主に力が満ち、ウィナー、電気道。鍛えるほどに淀みなき器となる。ここまでか。もはや立ち上がる力も残されておらぬわ。さすがは剛腕の巨人、その歴戦の力しかと受け止めた。しかしいささか腑に落ちぬ。お主ほどの男の拳に鈍さ、迷いの念を見た。迷いだと、うん、我が生き様に唯一残っている英語の兄弟、その末を見届けられぬ未練がこの拳を鈍らせたか。しかしこの部の魂に悔いなどない。
殺せがよい。なぜとどめを刺さぬ。無人に生き恥をさらせというのか。お主が生き続けることに恥ずべきことなど一つもない。素晴らしき武の誇り、このままシスには惜しいもの。いつか再びこの夜の元で会おう。よいのか。わしを生かしておけばお前たちにとって必ず災いとなるぞ。構わん。もともとこの組織にもあの女にも恩義などない。強き者と出会う機会を得るため共に行動していただけのこと。お主とて戦うに値せぬものになり果てたのなら、その時は躊躇なく息の根を止める。それだけのことだ。幾百の歳月を経て再び命を借りることになったか。この借りは必ず返そうぞ。望むところよ。それが武人として最高の例だ。こたびの夜も終わり、我が任も終了。剛腕の巨人、噂にたがわぬ素晴らしい相手であった。あやつの言っていた英語の兄弟、紛れもなくクオ、そしてヤトの姫リンネのことであろう。最強たる権限の器とされるもの、英語のクオ。間違いなく巨人はそれへの道しるべとなろう。つわものとの出会いは次のつわものへとつながる。素晴らしいものだ。権限の力か。うさんくさい手品だと思っていたが、人として敵と感じる者がいなくなっていた退屈な日々、このような新たな戦の機会を与えてくれたこの力には感謝をしている。全ての事象は巡り、やがて一点に集うよ。権限の力を持つ我らも今は巡ろうと、いつかは出会い重なる運命。このような場所にとどまり、よどもは良策にあらず。潮時であろう。アムネジアよ、短い間だったが世話になったな。次は敵として出会おう。貴様らとの本気の試合、楽しみでならぬぞ。